結構長いんですかね。写真撮ります。こんばんは。誰かいらっしゃいますか？私の近くに誰かいますか？鳥肌が。何かを見たわけじゃないんですけど、ちょっと鳥肌が今立ってます。確かこの通りで黒い影映ってたみたいなんですよね、他の YouTuber さんの動画で。こちらからいたのかな？なんかそういう話も聞いてきました。おい、真っ暗っすね。ちょっともうちょっと奥の方に行かないとダムが見えません。ただ暗くても全然見えないですね。ちょうど今下の方を覗いてるんですけど、何にも見えないですね。ちょっと映像だと映んないです。こっち見えますかね？見えない。
これ真ん中、ちょうど真ん中ぐらいですかね。写真撮ってみます。明るい時はなんかものすごく景色が綺麗みたいなんですけど、これだけ真っ暗だとやっぱりその綺麗さとかもちょっとわかんないです。今のところなんか人の気配みたいなものは正直感じてないんですけど、時々後ろに影ができるんですけど、ちょっとその自分の影にびっくりしてます。写真撮ります。写真撮ります。まあ、なんかあっちに直線上の一番奥の方になんか光ってたように見えたんですけど、なんか音しましたよね。何？何？え？今、何の音？なんか大きい音したんですけど。
こんばんは。私のそばに誰かいますか？いらっしゃいましたらお返事ください。今大きな音したんですけども、誰かいますか？誰もいませんか？水の音なのか機械の音なのかちょっとわからないんですけど、いきなり大きい音をしました。鳥肌が。ちょっと写真撮ってみます。こっちも写真撮ります。何の音だったんでしょうか。めっちゃびっくりした。何回か音が鳴ってるんだったらわかるんですけど、たった一回鳴っただけなんで、なんだろう。写真撮ります。写真撮ります。
写真撮ります。ごめんなさい、肉眼ではうっすら見えてるんですけど、映像にはちょっと暗すぎて映んないですね。下になんか建物が見えたんですけど、ポールが立ってますね。一応ここが反対側なんですかね。私の車止めてきた方が、一応噂がある駐車場ある方なんで、とりあえず U ターンしますか。 U ターンします。ちょっとここ写真撮ってきますね。でもここ本当に直線なんですけど、もう映像撮り始めてから30分経ってます。ちょっとピントが合わなくてすいません。11時は過ぎてますね。